世界で最もホットなネタをお届けするニューカマショーでございますが、初めはねすごい人来てます。嫌な予感、私はですね、はい、嫌な予感がするのと、会ったことはありませんね。アーティスト江頭2時50分、なんとあの踊るコメディアン江頭2時50分がイラストレーターとして活躍しており、しかもその作風はアバンギャルドで最古な魅力を放っているという。プレゼンターはすでに個展まで開催した江頭本人。やら予感がしたんですよ。今日はですね、アーティストとしてお呼びしてます。いやもうね、ちょっとね、俺はちょっと言いたいことがいっぱいありますよ。はい、ないよ。いや、伊藤さんに対して言いたい。あ、そうですか。なんでここであんたが MC やったんだ。すいません。普通逆だよ。そうなんですよ。ちょっとね、伊藤さん、あなたに一言いないよ。じゃあね、俺も言いたいんですよ。じゃあ俺も、じゃあみんな言いましょう。じゃあね、なんで俺のバラエティーの畑を荒らすんだ。じゃあなんでだよ。聞かせてよ。俺は落ちそうなタレントベスト8位よ。ちょっとあんたのせいで。そうなんだ。いや、そんなことない。ということで、いや、俺は分け合い合いは俺嫌いなんだ。とにかく伊藤さん、あなたはね、うん、裏方に回るあなたが最高だった、うん、あなた出演してるのは面白くない。もうはっきり言っちゃうんだよ。そうなんですよ。おう、うん、だから俺はもっと演出しようと。ホモだ。そうですね。そういうわけで、そうなんです。そうでしょ。今日はアーティストホモだ。ということでですね、今日はアーティスト江頭さんですから、じゃあまずそっち、これを見てみましょう。はい。何撮れてる。はい、お願いします。これは共同生活っていう。はい、これ共同生活タイトルで、この頭の中にこういろんな虫が住んでる。こちらは何でお書きになったんですか。これはですね、あの 0.05 ミリの水性のペンです。あ、水性のペン。はい。何日ぐらいを。これは30分で売る。あ、30分。意外ですね。これ売ってるんですか。これと一緒に描いた絵はほとんど売りました。個展で、はい、売れました、はい、全部売れました。よかった。ちょっとイカレ系の人間が、まあそうですよね、僕と一緒の系の党の人間。じゃあ続いてこちら、はい、これが胃液吐くまで。じゃあこれは人間です。これ目が合ってね。あ、ごめんなさい、人間か。咳をしてしまったがために、うん、いろんな内臓と全てのものが出てきてしまった。何から出てきちゃったんだ。心地はエオちゃんよりも大きいですね。そうなんです。これ願望なんでしょうね。願望ですね。なるほど。これはどれくらいかかりましたか。これは1時間半。1時間半早いですね。これはバンピー。バンピー。バンピー。これは新種の動物です。カモノハシにちょっと似てますね。これはさすが一緒の目をしてる、はい、一緒の目してる。じゃあ一緒の置いといてください、はい、だからホモなんです。クジラとカバがまずセックスをして生まれた子供と、あと生打ちがと生まれたのがこのバンピーだった。これは何分ぐらいで。これは25分ぐらいですね。一番精神状態が安定するんですよ、僕が描いてる時が。僕がなぜ描こうと思ったのかっていうのは、うんうん、あのいろんな学園祭回りますよね、はい、その時に大体控え室が学校なんですよ、うん、学校の教室、うん、それで教室を与えられた時に黒板いっぱいにこういう絵をいっぱい描いて、で僕たちもじゃあ帰りますんで皆さんどうぞ片付けてくださいって女の子たちがスッと入った時に、うん、キャーっていうのなるほど。なるほど。でもそれ大事なことじゃないですか。そうそうですね。また個展の予定とか。いや、個展は来年やりたいんですけど、はい、ギャラリーが。ギャラリー頼む。ギャラリーがないんですね、まだ。はい、あ、ないんですね。はい。先日私はですね、なんと押しに押して押しまくったスペースジャム、すでにもう香港では公開されております。ちなみによく見ていただくと、あれでマイケル・ジョーダンですね、
最近は香港ではですね、ワーナーブラザーズのショップが街中にいっぱいできてます。ワーナーブラザーズのショップがもうできててですね、スペースジャムグッズ今年の冬一押しということで、香港の子供たちは狂喜乱舞、そして映画館の前に列を作っているというですね、まあ冬休み香港の一日お映画スペースジャムでした。そんなのお前手紙。 CM の後はコギャルカルチャーのニューカマーなしなじなが登場。この番組はストリートカジュアルをクリエイトするクラウンクリエイティブの提供でお送りします。池袋女子高生ニューアイテム、レーザーポインターやカスタムレモンパッドなど独自な展開を見せるコギャルカルチャー、その最新アイテムとはいかなるものなのか。プレゼンターは池袋を熟知している女子高生有田早苗とその仲間たち。あ、またしたか。ましたね。今日持ってきていただいたものは何でしょう。このたまごっちと、もちちと、まずこれ何卵っちっていうのは、はい、この中なんだそれ。この中でペットが生きてるんですよ。これ可愛いけど俺の手よ。この中にいる今点滅してもうすぐ生まれると思うんですけど、この中で飼うわけ。飼うんです。お腹すいたらピピピピって鳴くんですよ、うん、それでこの見えるかな、フォークとナイフの、ね、それでこうやってセットしてあげればご飯食べて、で病気になった時とかドクロマークがつくんですよ、うん、あ、ついてるついてる。これなんかウイルスに感染したりしたの。そう、注射してあげなきゃいけない、うん、でもね、電子手帳の中でもね、なんか犬とか飼えるやつとか結構増えてる。でもちゃんとこれ餌とかあげたり、うん、あげてるかも。はい、つまんない時に遊んであげたりしないと機嫌悪かった。死んじゃうの。機嫌死んじゃうの、うん、死んじゃうの。一回死んじゃったらもう終わり。これでまた卵から。はい、続いてこれはモチチです。モチチですね。モチチだって昔からあるじゃないの。昔からあるけど、これは生まれ変わったモチチだよね。これはモチチリボーン。うん、これを女子高生が持ってたら、もう男の子は これを持ってる女の子たちに走った方がいいと思う。なんでなんで。彼氏がいない子が代わりにこれ連れて歩いてる。そう、これじゃあ彼氏がいない子はこれ持って、これ持って必ず高校生のバッグに彼氏がいない子絶対持ってる。ちょっと、ことこれだってうちらみんな入れてるもん、彼氏なんかね。最近の子はみんな、ってことは彼氏募集中のサインだ。そうです。あるとこないの。なんかお前肩ピクピクしてるじゃん。何これ。これなんか病気悪いもんやってる。いや違います。何これは。何だっけ、指圧マッサージャーです。これです。学校で映したりするときに肩凝っちゃったりするから、授業中これみんなつけてるんですよ。いくつだお前ら。今16です。僕もねこれ愛好してるんですよ実は。これ飛行機乗るときとか便利で、もう肩とか当てて。肉体美を1回見せていただいてですね、そしてさあということで早速さあ見てください。これですね、僕もこれ愛用します。これはですね、低周波で、うん、これですね、ツボにはまってません。これね、ツボがポイントですね。ツボ、うん、にいかにこれを乗せるかっていうのが一番ポイントです。これツボに乗ってないんで、本当この辺とかですね、あとこの辺とかに打たないといけないですね。あ、ここもありますね。こういうところに打たないといけないんですけど、これで勝手にこう揉んでくれるというか、これ授業中やってるわけやみんな。授業中だって電車乗ってる時にやってたら恥ずかしいよね、肩揺れてるから。今もだいぶ恥ずかしいじゃん。今はいいです。というわけでね、今日の出動品はですね、春タイガーバーム。パッケージデザインも気に入りましたが、春タイガーバームですね。ちょっと私これ、お土産に購入しました。虫を食べる。飽食の時代の現在、グルメな食に飽きた人々はついに昆虫に興味を持ち始めた。そしてグロテスクな虫が最近では料理の食材としてブームだという。プレゼンするのは芸能界一の虫嫌い、甲賀瑞穂。虫食べるんですか。いや、お前だ。
嫌いって言ったでしょ。いや大嫌いですよ虫なんて。なんで嫌いなお前が出てくるんだよ。いやだってこんな本見つけちゃったんですよ。嫌い嫌いも好きの牛っていう、ええ、虫の味。いやだけどお腹空いてる時これ見てたら、はい、結構さっき具合悪くなっちゃったんですよ待ってる間に。そうだよ見てるだけで。で今日はちょっとチョコレートを持ってきたんですよ、ええ、はい、うん、さあこれ食べてみてください。わー美味しそうだな。この話して食べてる。いかにもこの中に虫が入ったって言わんばかりじゃない。いや入ってないんです普通の美味しいチョコレート。そんなのこと聞かせたらないじゃん。食べてください。美味しいですか。チョコレートでしょ。チョコレートです。本当だね。秋の風美味しいですか。うまい。美味しいでしょ、うん、美味しいんですよ。これなんですけど焼いたコオロギが丸々一匹入ってるんです。ローストコオロギ。ローストコオロギ焼いたやつ。でもねそんなまずくないよ。まずくない。そうか美味しいじゃないですか普通に食べたら。あ、本当に書いてありますね。砂糖、ココアバター、牛乳、カカオマッス、大豆レシチン、塩バニラ、オーブン焼きコオロギ一匹。焼きコオロギって書いてありますね日本語で。何なんだお前なんで虫が嫌いなんだよ。だってそんなの食べなくたって美味しいもん他にいっぱいあるもん。納得した。くっそー分かった。よしじゃあこれを俺の虫を食え。いや虫をお前これはな自由自在に動く虫だよ。最後はこれしかないんだよ。この虫が暴れてる。よしエガちゃんこれだとオンエアになるんだから一回入ってくれ。もうエガちゃんそれも見飽きたよ。じゃあこれはどうだ。うんこするよ。このうんこっていうのが生き様なんだ。よしティッシュ。いや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 ありがとうございました、今日は楽しかった。今日ねありがとうございました。またあのエンディングで出てもらうか分かって、とりあえず休んでください。はい、はい、今日はですね都会の嘘を離れ私は今この湘南そして鎌倉にやってきました。今日私ですね爽やかテリーになりましてですね鎌倉の誰も知らないみんな知っている美味しいお店を紹介してみたいと思いますのことよ。いくよ。七里ヶ浜のですね駅から30秒のところにノーブランドっていうですねサーフショップなんですけども、そこでですね湘南で一番かっこいいプロサーファーデビットに。どう最近は。最近いいですよ。いい、うん、土曜日の大会も優勝したし。どうやったのこの前は。辻堂で。辻堂だったの、うん、残り5秒で逆転優勝。あそうなんだ、うん、気持ちよかったです。すげえ。最近どんなですねボードが流行ってるか。デビットどういうのが今いいの。最近はね、うん、基本的に重いのが流行ってる。重いのがやってる。やっぱ昔の感じがやっぱりみんな好きで、うん、これも本当に70年代のね。そうそう、頭のやつですよね。車で行ったら古い車って感じで、うん、まあうん、やっぱり日本波小さいからショートボードよりこっちの方が走るんで。あいつかっこいいんだよな。でもね別に女遊びしてるふうに私は思いません。いつもですね、海でですね波に乗ってるという。あんまりですね都会に来ないで、この辺でですねうろうろしてるやつなんですけども、もし一度ですね、七里ヶ浜に来たらこのノーブランドサーフショップですね、デビットをですね訪ねて来てあげてください。さあ坂の途中にこんなわざとらしいそしておしゃれなパン屋さんがあるんですね。きっとこのところですね綺麗な湘南知り合いが出たお嬢さんがいるんじゃないでしょうか。早速胸ときめきながら中に入ってみたいと思います。私もですね家が近くなんで
時ともですね、買いに来させてもらってるんですけども、ポテトがですね、奥様に来ますとですね、一応まあ名物ということでですね、ポテトと私個人的にはこのフランスパン、これが非常に私ですね、美味しいと思います。奥さん、ここにはお嬢様はいらっしゃらないんですか？うちの娘はもう嫁に行っちゃってるんですよ。私湘南知り合いのお嬢様がいると思ったんですけど、私の勘違いでした。噂のサンゴ礁ですね。今日ですね、信じられないことに空いてるんですよ。こんなことはですね、年に5日ぐらいしかありません。サンゴ礁のアイスクリーム、これ実はですね、美味しいんですよ。すいません、玲子さん。どうもありがとうございます。泉に一緒に行きませんか？西泉、いらっしゃいますじゃないんですよ。一緒に伊豆のここに行って、あ、行ってしまうんですね。北風に誘われて鎌倉に来てみませんか？CM の後はアメリカ西海岸からの謎の指輪と返還目前の香港からホットな情報だ。キラービール、今や東京の一大観光地となったお台場に若者を集める要因となっている指輪がこの夏からサーファーを中心にブレイク中。プレゼンターはこの指輪を発見したサーファーの2人。ご紹介していただけるのは、うん、はい、キラービーズ。キラービーズ、キラービーズ、これですか？あ、これですね。あ、こういう手にしてらっしゃるやつ。これがあれですか、言った金太郎飴っていうのを、これをずっとカットしてくれてるんです。そうです、なるほどなるほど。で、ビーズでつなげたビーズ。これどこで流行ってるんですか？アメリカの。でもカリフォルニアだよね、はい、これね、サンフランシスコとかね。カリフォルニア貧乏サーファーが必要なやつですね。これはこのお台場でしか手に入らないのね。そうです。これ男の子もするものなのかな？ペアで。あ、ペアで。波のとかサーファーの男の子と女の子が、そうね、同じ柄をするんですか？そうです。やっぱりこれやっぱりさ、元はね、こうでかくてでかくて太いのを移動見て伸ばして、そんなことしてくんだろうね。はい、もう筋トレみたいですよね、うん。でもカリフォルニアカルチャーってね、アメリカのサーファーとかも大変混んでそうな、うちのいいもの。これ材質なんですかね？材質はプラスチック。でプラスチックが溶けないから、これ違うな。FRP を元にしたやつ。そうなってますね。はい。いや、早速コピー品を作ろうかと思ってるんですよ。色々研究者ですよ。私もコピーしてもうまいですから。はい。ダメです。ということでですね、やってまいりました。皆さんお元気でしょうか？私はですね、香港にいます。今週香港に来たのはですね、まさに今僕が言ったようにさよならというわけでですね、もうじき返還の時期ということで、一体返還の前の香港はどんなになってるのかというですね、名目のもと、テレビ用に一応こういう格好をですねしてみてはいるものの、こんな格好してるやつは街に誰もいません。こんな格好してるやつはいなくてですね、まるで東京タワーの前でちょんまげ侍と、ほとんどそういう状態で、街の人から変わったやつだという、思われて見ておりますが、まあ、香港は大変面白くてですね、近年は、各テレビ局、雑誌社いっぱい行ってまいりますが、それとは一味も二味も違った、いわば B 級から Z 級までを中心にした高城剛ならではのですね、香港を名付けてですね、香港の素晴らしい魅力をあなたにいっぱい、高城剛のホット香港。香港の美容と健康といえば、なんといってもですね、エステとかいろいろおっしゃる方いらっしゃると思いますけど、やっぱりですね、私はこれぞという亀ゼリー、皆さんご存知ですか？あの亀でございます。あの亀をですね、ギューッと絞って抽出してゼリーにしたと、これがまあ精力倍増、そして美容と健康にもということで、早速行ってみましょう。どうも。というわけで、美容と健康のもと、亀ゼリーでございますが、こう見てください、メニューいろいろ書いてありますけれども、亀ゼリー、効能がいろいろ書いてます。体内の器官機能の改善、血液の新陳代謝、がん、これを食えばがん治るんでしょうか、よく分かりませんが、食べ方はですね、この、亀ゼリー、これとここ黒蜜、ここあるんですが、これをですね、
ちょっとかけていただいて、これで食べます。うん、チミチミ、うまいうまい。ただの、いや、これはもう単純に普通のあのインスタントラーメンに、まあ上にこうまあエッグが乗ってるっていう、まあ簡単なものですが、大変体に悪そうなあたりが、まあジャンクフードマニアの心。I am looking for a version 4.0. 4.0 is a beta version. It's just coming. Just coming. Yeah. It's beta version because, but this is 3.05 is a. さて香港といえば食べ物のめっか美味しいお店も数あれど、私高城がおすすめするですね。一点といえばこちらです。四川担々麺のお店でございますが、ここはちなみにですね、創業44年というですね、その煮込みの味が何とも言えないとても美味しいところなんですけど、私高城剛がお届けしておりますホット香港ということでですね、今日はなんとジャンクフードの店ばっか紹介してるわけではなくてですね、このような素敵な夜景スポットをご紹介したいと思っておりますが、さあ見てください。こちらは香港とね、普通はですね、よくクーロンサイドから香港島を見るとよく言われてますが、私はですね、香港島ある場所から香港島の横からこう攻める、この素敵な夜景スポット、そして向こう側バッと行くとですね、向こうですね、素敵なクーロンがこの年末の時期にですね、12月から、クーロン半島の方ではさまざまな、クリスマスイルミネーションが、まあ飾られているわけではございますがですね、この素敵な夜景スポット実はですね、エクセルシオールのホテルの一番上のバーということでですね、とっておきの穴場、しかもここはですね個室でございますということでですね、個室はですね、いろいろなお楽しみがありますが、今回は残念ながらディレクター長谷川と二人というですね、男の旅でなんでこんなとこが、まあ楽しいのかとは私自身もちょっと反省しておりますがですね、ぜひ、素敵な女性とですね、香港の夜景を楽しもうと思ったらエクセルシオールのバーいらしていただければ、きっと落ちるかどうかは分かりませんそれはですね、あなたの運と度胸次第と、アンドキーセンとさまざまな、周りの変化がありますが、ディレクター長谷川嬉しくて揺れておりますがですね、なぜ男と二人